も教えてもらえないのかい？雨隠れの里だ。雨隠れ？忍界大戦に直接関わり合いもないのに、今さらなぜ？お前に関係のないことだ。ジライア先生、どうだ、似合っとるか？似合うっていや、似合ってるけど。探し物？ああ、長門の遺体をどこへやった？待っていたわ、あなたを仕留めるため。かつての仲間だからといって手加減はない。暁は裏切りを許さない。暁に未練があると見える。暁は弥彦の作った組織、そして輪廻岩は雨隠れの忍び長門が開眼したもの。彼の目はこの国の里の宝だ。内派の動力をなめるなよ小娘。暁を弥彦に立ち上げるように仕向けたのは俺だ。輪廻岩を長門に与えたのも俺だ。ここか！起爆札を混ぜ込んだか？甘く見ていたな。考えれば元は暁メンバーだ。お前も俺ごとやるつもりだったようだな。だが失敗だ。あなたは闇、光のない世界では花は枯れるしかない。そしてあなたが物質をすり抜けていられる時間は約5分。あなたを殺すために用意したこの6000億枚の起爆符、10分間起爆し続ける。死者の術が解けた。ここまでのチャクラが必要になるとは思わなかったけど、これでマナラは確実に死んだかな。どうして確実に死んだはず。この手順ならあなたを倒せたはずなのに。イザナギ、キャの禁術、内派と千住、この両方の力を持つ者だけが許される道術。あなたは一体何者なの？内派マダラは世間では千住柱間に負けたとされている。内派と千住両方の力、それは陸道の力。向こうに行ったら二人で後悔するといい。ナルトのザレ事に乗せられたこと、本当の平和などない。希望などありはしない。
長と彼らの意志は消えない。私もナルトを信じてる。今度は彼が平和の架け橋になる男だと。現実をかけ終わった時、お前も。